あれ？そこの…あ、もしかして今日から来るっていう新人のバイト君かな。話は店長から聞いてるよ。ほら、いらっしゃい。はい、コーヒーでよかったかな。わかってるってば。でもあなたなんだか緊張してるんだもん。でしょ。まあ一、うん、私たちのライブ、けっでもイベント中はウェイトレスのお仕事ができなくて、から助っ人として頼りにしてるよ。そん初めのうちは私たちと一緒。あれ、もしかして君って新しいアルバイトの方ですよね。はじめまして、リンナと言います。私も、それに私たちのライブも応援してくださいね。そうそう、メメのダンスも絶対に見に来てね。おはようございます。ちょっといいですか？ええ、今日は調理補助をお教えしようと思いまして。はい、そろそろホールのお仕事には慣れたみたいですね。今日はまずサラダの盛り付けから覚えてみましょうか。そんなに緊張することないですよ。ピーマンですか？じゃあそれはお任せ。はい。私はいいの。ただ。だからあんまり、特にリンちゃんは人気急上昇中の新人なんだからさ。はい、わかりました。では、
Bye.